ナイトモクラブ、ギガバンク、スランクボックス。6番ロードクルメイズは、ルーキー、坂口智也選手が、これが重賞初騎乗です。最後に14番のオールザワールド。3連勝中のオールザワールドが、収まって14頭平均が上がります。スタートしました。まず先頭争い。最後に1番大志の場合にスタートを切りました。並んで3番10秒のシーン、押し際とオコベルス、うちの3頭が出て向こう上限で向上台に向かいます。3頭勝って7番という0秒中までなると続いて発生してスタートの側で向上に向かって6番のキースの中のオコベルスから競争中止、オコベルスから競争中止です。向上に連れたのに向上に停止しました。こちらここまでのキースを終えています。先頭3番の10秒のシーン、一瞬の3頭からか10番ラッキーボイス先頭、ボスコフ、アルファキューボーダー。
知らせいたします。東京競馬第8レース最後の直線コース9番ロストフの進路が狭くなるので、これについて進路を出します。上位を優先したのなら進路の大勝です。持ちの負けは確定なので押してにならないようにお願いください。繰り返しお知らせいたします。東京競馬第8レース最後の直線コース9番ロストフの進路が狭くなるので進路を出します。上位を優先したのなら進路を出します。持ちの負けは今の危険でなかなかの状況です。また、今、雑踏園で国道に行くことは障害平均され、カルマに行くことは、つまずきの下から、投稿を出しました。